どうもおはようございます。松茸の天助でございます。今日もいろんな松茸種類ちょっと今日は多く入りましたんで、皆様に紹介したいと思います。お盆前になりますので、だいぶ遅めですけども形いろんなサイズが増えてきましたね。片端に開けて見ていただきたいと思います。まずこれ、特選の HA21本入り、ちょっとアングル変えますね、いつもね。これですね、ちょっと黒めの松茸、先週に比べてちょっと違うまた産地になったかなというふうに思います。いい松茸ですね。黒目で水分も含んでますので、向こうの方は適度な雨が降ってるんじゃないかというふうに予想されます。ということは、まあ、もうちょっと数が増えてお盆明け、値段もう少し下がるかなというふうに期待したいと思います。これも同じ HA ですね。 HA の21本、ちょっと大きめですかね。 HA にしては21本というのはこんな感じです。それからこれスペシャルの LM、 スペシャルの LM、 こういう形でスペシャルは1本ずつ包んであります。この間のスペシャルの LM はちょっと気が抜けてたけど、あ、今回はいいですね。中指ぐらいの大きさ、軸もしっかりしてます。形も良いですね。ちょっと雨続きでしょうかね、向こうの方は。そしたらこれは M、 M もスペシャルですのでこういう形で1本ずつ包んであります。いい松茸ですね。綺麗な LM より一回り小さいという感じです。そしてスペシャルの HB の LHB の L は開きの L サイズということですけれども、これがスペシャルになるので傘の部分がまだ丸まってると、こういう感じですね。傘の部分がまだ丸まってて、裏の膜が、まあ、割れるか割れないか、おまんじゅう、もしくはまあ後半のスペシャルの HBL ですと、まあ、フリスビーぐらいの、とにかくこの傘の裏は、傘の膜は切れてるんだけども、ちょっとまだ丸まってるっていう感じですね。それからこれは特選の LM、まあ、ちょっと黒目になってますので、おそらくこっちのスペシャルの方には入らなかったんだなと思います。鮮度とかは変わらないですね。それからこれは P、 今シーズン初めて入れますけども、 P というのはもう端っこですね。全部規格を取ったその残り、一番安いです。 P が今の前半の P はまだ開きが全然入ってないでしょ、ね、これはまだ向こうでは開きの、松茸がほとんど少ないという表れですね。だからもうシーズン、中国産のシーズンの後半を見るには、この P を見て大体もう半分ぐらいが開きになってくると、あ、もうそろそろ向こうも終わりかなというようになります。だから P を見てほとんどつぼみですから、まだ向こうはこれから出始めるということですね。こういう頭がこう食われてたりとか、こういうふうにちょっと割れてたり、こうなんか頭が2つになってたりとかしますね。だから全然使えます P は。これが一番安いです P が。これ P が2つ入ってます。あとこれは HA の M、 この S に近いですね。35本、
今年は値段が高いので一本単価下げようと思ったらこういう S とか HA の M みたいな1キロに35本入ってますのでサイズ的にはもう S ですね。ほぼ S です。これはこれぐらいの松茸を使って1本のコストを下げるというふうなやり方もありかなと思いますね。でこれは、LM、 あ、これさっき見えたスペシャルの LM と一緒ですね。これもまっすぐな形ですね。 LM は大体もうまっすぐですね。そして直線の HA の L、まあ、HA の L は一番の焼き松茸に使うサイズです。焼き松茸に使うサイズ、これぐらいの、これぐらいの焼き松茸に使うサイズですね。10センチぐらいでしょうかね。今年からかな、氷が下の方に入ってます。氷が下の方に、前まで上に入ってたんですけどこの圧で頭が折れたりとかするので、下の方がいいかなということも、今ね下に入ってますね氷がね。これ商社によっていろいろ梱包の仕方が違うので、まあ、日々工夫しながら商社も頑張ってらっしゃいます。これ特選の M ですね。特選の M、まあ、寿司ネタにも使える。 LM とか M は寿司ネタぐらいに使えますね。この M は HA と大きさ本数とも一緒なんですけど、形が M の方が、つぼみとそれから軸の部分が一緒ぐらいの太さなので、まあ、スライスする方は HA じゃなくてこの M を選んでエンドカットが極力出ないようにしますね。で今日は台風が近づいてますので、台風前で漁師さんが生けすから放出してきたこれが入ってます。これはちょっと手袋つけないと。伊勢海老、三重県産伊勢海老ですね。よいしょ。これでだいたい200〜300g かな。これでこっちで元気です。生けすにしばらくいるやつっていうのはこういうちょっと富士壺とかねこういうのついてたりするんですよ。あんまり引っ張っちゃうといいサイズですね。最近はもう本当大きい伊勢海老あんまり売れないんですよ。こういう一匹漬けの伊勢海老、小さいやつだとこういう 100g ぐらいの、これ 120g ぐらいかな、これぐらいのサイズの伊勢海老が一番人気ですね。小さめ 200g 以下、これで350ぐらいかな、370、380ぐらいかな、うん、昔は大きい伊勢海老がね多かったんだけど、今日は小さめのいい伊勢海老が入ってます。あとこれも、あ、全体的に小さめだからいいね、まあ、ちょうどいいぐらいの。今1年で伊勢海老高い方です。あまり取れないので、こうやって台風が来る前とか漁師さんが高値になって売ろうかなというふうに思ってたやつがまた放出されてきますので、それをまあこちらで押さえて、それで生けすに入れて注文入った時にまたすぐ出せるようにしたいと思います。よいしょ。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとざっくりの説明でしたけども、今年の中国産は、まあ、ようやく下がってきたなという感じです。で8月のお盆明けぐらいからもうちょっと下がるんじゃないでしょうかね。で、9月の前半、まあ、10日ぐらいかな、そのぐらいが底値圏じゃないかというふうに考えてます。ただ従来のようにそんなにも底値がすごく1ヶ月も続くとか、その3000、4000とかですね、そういうもう捨てるようなその値段で市場に出回るってことはあんまりないと思います。それからそれぞれの市場も、もう残しちゃうとこんだけ暑いと品質が悪くなっちゃいますので無理に仕入れて売るっていうことをしません。まあそういうこう流通がいまいちしっかり流れてないと、でこんだけ暑いので、エンドユーザーの方ですね、旅館さんとかそういうのもまだ松茸お盆明けからにしようかなという方も例年よりも多いです。ですのでまあこれから勝負はお盆明けから勝負になるなというふうに考えてます。
今日は以上、こういう伊勢海老も入りました、動画を撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございます。